私たちはキャンバス。何にだってなれる。総裁少女庭園の総裁ラジオ。皆さんこんにちは。総裁、今日もプラ持ってる。総裁少女庭園ゆうきまどか役の若松くるみです。皆さんこんにちは。総裁、今日もプラ持ってる。高梨こよみ役の大和田ひとみです。皆さんこんにちは。総裁、今日もプラ持ってる。小石川エマ役の永井理香です。はい、総裁ラジオ第22回始まりました。はい、この番組は作る彩るをテーマにいろいろ展開中の総裁少女庭園の魅力、そしてキャラクターの声優を務める私たちのことをお伝えしていこうという番組でございます。はい、そしてね、今回もほのちゃんがスケジュールの都合でお休みです。黒丸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 黒キョどっちどっち省略したのか何なのか混ざっちゃった黒丸クリマロクリマロクリマロねえ、ほのちゃん、うん、寂しい寂しい、ほのちゃんにメッセージ、メッセージ言っときますか、うん、ほのちゃんはいはいほのちゃん役なのそういうことやってくれんのどういうことなんですか何だい、いつもありがとうまた会えるのを楽しみにしてるよそうかいそうかいどんなイメージなのよ確かにということで、まあ、はい、今日は3人でやっていきますけれども、はい、はい、あ、じゃあちょっと一つ、うん、何ですか何ですか、あの、うん、前回、うん、あのお二人がねこう本田さんとお二人で話されてた時に、うん、アルカナディアの話をしてたじゃないですか、うんうん、そこでこうユーザーさんのことをマスターさんって呼んでるのを聞いて、ああ、待て待て、総裁少女庭園は、と思っちゃったんですね。なるほどね、何かないですかね、でもさ関係性的にはさ、うん、どういう関係性かな、同じ学生、同じ学生、学生なのか庭園を作る人なのか、それをなんか庭園を見ている人なのか、うんうん、どういうあれなのかちょっと難しいです。確かに難しい。それは亀山 P も混ざってもらわないとですねえ、ちょっといやなんかここではちょっと決めらんないけれども、うん、確かに候補出しとくちょっと着眼点がすごい鋭いです、ね、鋭いですいや欲しいなと思って、なんかこうよくね総裁のファンの方がとかって言うから、うんうん、確かに確かに、あナイスマドカイエーイマドカになったえ、なんだろう、え、くるみちゃんはなんか思いつくのある？いや、と思って考えてたんですけど全然思いつかなくて、難しいよね、なんかなんだろう、園長、園長園長園長、でも庭師とかガーデナーさん、なんか先生とか、先生先生、ね、先生だとなんかね、なん、どんな先生でもいけそうだし、確かに確かに、うん、先生は万能な言葉ですね。そうそう、園長とか校長だとさ一人しかいないからさ、確かに、うんうん、ね、じゃあ先生候補で一抜け、ちょっと待ってくださいよ、乗っかってったじゃんバレた、ね、でもさ、まあ、その皆さんがどういう気持ちで接してるかは、それそのお声をね聞きたいね、お声を聞きたい、はいはい、同級生という気持ちで、うんうんうん、私やってるのか、そのみんなを見てるのか、うん、どういう気持ちで私たちをと向き合って向き合ってるのかお便りお待ちしております。お待ちしておりますということで、はい、今2月ですよ、はい、はい、節分ですね、節分でした、でしたでした、もう終わってる、この放送が流れる頃には終わっておりますが、はいはい、毎年、うん、やってる節分とか、やります、お、どんなことやってんの、おえ、なに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 
な。タンタンだったね。そんな女の子気になってさ。結構うち自分のまず家がイベント結構するタイプの家族で、いいな。クリスマスだろうと節分だろうと、イースターとかも何でもかんでもやる、イースターもやるの。やるんですよ別に。え、クリスチャンでもないんですけど、やったりするぐらい。何すんのイースター。イースターなんか卵に絵描いたりとか、カルボナーラ食べたりとか。カルボナーラ、確かにその卵、イースターエッグ作った、その中身の卵どうしようってなった時があって、カルボナーラにすればいいんだ。気づきがありました。そうなんです。私が多分英会話とかやっずっと昔からやってたんで、そのなんだろう、イベントごとに一緒にそう参加してっていう感じが多かったで、節分は、まあやっぱ豆まきとお菓子まき、お菓子まき節分に。そうなんです。2階からお母さんが、こうまず家の中真っ暗にするんですよ。なんで？で見えない状態になってて、で2階にお母さんが登ってて、そっからお菓子をこう小袋に、小分けになってるやつをこう投げて、みんなで拾うっていう。なんで真っ暗なの？もう見えないから。見えない中撮るというのが、おみくちゃんになりながら楽しんでんだ。そうなんです。それさ、くるみちゃん家だけじゃない？初めて聞いた。そういう風習があるところがあるってこと？沖縄？沖縄ってそういうとこなの？それともオリジナルなのか。どうなんでしょう。周り聞いたことない。聞いてみて。聞いてきてまた教えて。教えてまたちょっとシェアします。すごいだってな、くるみちゃんのさエピソード毎回さ、えってならない？いやめっちゃ。そう、なんかめっちゃ新鮮だよね。すごい新鮮で。なんでだろう。なんでえ、どうしてどうしてってすごい気になっちゃう。お母さんお父さんありがとう。愉快。愉快な家族。いろいろイベントがね、こうやってあるのはいいよね。え、長井ちゃんはやる節分？私は、あの、落花生を投げます。家で。落花生なんだ。はい。あの、お掃除が楽っていうんで。あとお父さんがもう死ぬほど落花生が好きで、だからいつでもあるんです、落花生は家に。そうなんだ。だからもういつでも投げられるんです。準備ってる。それでもうなんか怨念込めて、もうみんなになんか投げつけて、今までのストレスを。そういうイベントだっけ？みんなに投げつけるんだっけ？で拾ってみんなで食べるっていう。あ、そうなんだ。ことしてますね。恵方巻きとかはあんまり食べてないかもです。あ、そこはやらないの。じゃあもう本当にただなんかゲーム投げる投げ合い。なんかそれぞれだね。うちはさ、ベランダとかにさ、すごいもう小声でさ、2、3粒、お庭外カーチとか言って投げて、次の日拾ってってやるんだけど。へー、投げ合うとかそういうの。投げ合う多分危ないんであんまやんない方がいいと思うんですけど。結構危ないですよねあれ。割とでも結構投げちゃいますよね。でもね、落花生でっかいから、私なんかその殻がね、クッション代わりになってて、そんな痛くないよ。すごい落花生の良さ教えてくれる。結構でも体積ありますよね、落花生って。こう大きいから。確かに重さ当たる。確かにね、当たる面積も当たりやすい。でもなんか多分ちっちゃい、その中身の豆よりかは痛くないと思うよ。そうなんだ。小さいのでやったことあるの？まあ、それは小学生とかの時に教室でクラスメートとやってたような気がする。あんまり覚えてないんですけど、でも落花生をその家の中で投げ合ったっていうのはすごいもう覚えてます。落花生試してみるわ。いや、試してみてくださいよ。やってみます。絶対なんかちょっとね、やったことないんで試してみたさ。お菓子のもやったことないのですよ。ぜひぜひ皆さんもやってみてください。わかりました。ということで、あの、今回はですね、なんか最近ちょっとトークの進行が当番制になってますけども、今回は私が、大和田がまとめていきたいと思います。はい。なぜならば、はい、ラジオドラマが暦の物語なのだ。わー、皆さん
そちらもお楽しみに。そして番組の公式ハッシュタグはシャープ総裁ラジオですので、ツイッターでぜひぜひ実況してくださいね。はい、それでは総裁ラジオスタートです。最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。この番組は総裁少女庭園をプロデュースすることぶき屋の提供でお送りします。ゆうきまどかと佐伯りつかと高梨こよみの総裁ラジオ。改めまして、ゆうきまどか役の若松くるみです。高梨こよみ役の大和田ひとみです。小石川山役の永井理香です。はい、はい、先ほどは節分の話しましたけど、はい、2月といえばもう一つあるじゃない、うん、はい、バレンタインデー。あーどういう感情なんだろう。絶妙なリアクション。いや、なんかもう作んなくなっちゃったよね。作る？うん、いや、作る？一応作って、でもあげる人がいないし、うん、なんかこのご時世誰かになんか渡せない。そうだね。ご時世的に、ね、とりあえず自分で食べて、OK みたいな。あ、自分のために作るんだ。自分のために作ります。でもなんか最近はチョコレートなんですけど、うん、あの中高とか小学校とかの時はなんかキャラ付けとかじゃ全くないんですけど、キャラ付けだ、うん、早いね、先に言えよ。キャラ付けだ。キャラ付けじゃないんですけど、うん、サータンダギー作って渡してました。あ、沖縄。おお、多分珍しいです。沖縄の人別にサータンダギー渡すとかいう風習ないんですけど、あそこはねなんか、うん、こうね、高校とかで静岡に引っ越してきた時に、うん、あーみたいな、みんなサータンだけ食べたことないんだよねみたいなって、あ、じゃあ作るわって言って渡したりとか、うん、なるほどね、なんかそういう感じ。あとチョコ苦手な人とかも結構いるから、うんうんうん、でなんかうちダンス部に入ってたんですけど、うん、ダンス部あるあるで、うん、もうみんなに配りまくるみたいな、うんうん、部活ってそういうのあるよね。そうなんですよ、うんうん、お昼ご飯食べてる時に配りに行くよみたいな、集合みたいな言って配ってる時に、みんなチョコだから、うん、じゃあ私サータンだけで、いいよね、渡したりしてました。どうですか、お二人は。ごめん、サータンダギーを今うんうんって聞いたけど、あんまり分かってないかもしれない。どんなやつ。なんかドーナツみたいな丸いやつです。そうです、そうです。なんか丸いドーナツ、なんかこう本当にドーナツ見れば分かるよね。見たら分かります。うん、本当にドーナツだよね、一番近い。ドーナツです。正直あれはドーナツなのか。固、うん、めの丸いドーナツで、ちょっと硬いですよね、うん、なんか黒糖味とか、うん、なんか紅芋の味とか、うん、いろんな味があるんですよ。あ、じゃあもしかして私食べたことない。わー、作んなきゃくるみちゃん。あるんで、こな家にあるんだ。もう常備してるんで作ります。ありがとう。サータンダギ作った次の日は唐揚げを作るっていう、もう油の再利用。そこまで甘くなりそう、唐揚げが。確かに。すごい、そういう使い道があるんだ。めっちゃ面白いわ。ありがとう。作ってきます。すごい。どう、じゃあ、私は、うん、はい、あれだ、部活で絶対トリュフチョコ作ってた。おー、もうなんか間違いないですね。間違いない。ずっとコロコロしていっぱい作れるし、はい、もうほんと部活を全員に渡してたから、うん、いろんなの、うんうん、抹茶味とかさ、いろんなの。あ、いろんな味作るんですね。いろんな味作って、うんうん、ラム酒とか入れてさ。あー、おいしい。わー、おしゃれ。やってた。わー、もうそう。でも、もう一大イベントだった。なんか、うん、もう作らねばいけないっていうさ。確かに。きっとみんなまたもらうからさ、うんうんうん、もらうし。そうですね、女子は特に。そう。あ、てか女子しか作んないかバレンタイン。どうなんだろう。え、永井ちゃんは。私もなんだっけな、うん、なんかザハットみたいな。あ、ザハトルテ。あ、それそれそれ、うん、ザハトルテ。ザハトルテ作って。すごい。そうで、切り分けて部活のみんなにあげてたかも。へぇ、うん、やっぱ結構じゃあみんな部活がメインで生きてますね。そうだね。やっぱそ
そうなるよね。そうね、なんか甘酸っぱい青春とかちょっと思い出せんわ。思い出せん、なんか一生懸命数作ってたって。そうそうそう、わかります。とにかく数を作って、工場みたいな。もうとにかくそうそう、量がね、大事だったかも。100均でね、袋も。あ、そうそうそう、そうそう、100均でね、すごい重宝した。あ、そうなの。ちょっとギリギリで行くとなくなっちゃうんだよね、うん、そうなんですよね。移り変わり早いからさ、100均も。そうそう、そう、買っとかないとね、今のうちに。で、そんなね、バレンタインデーなんですけど、総裁少女店仕様のね、はい、チョコレートも去年そうですよ発売されまして、はい、美味しかったですね。美味しかった、みんな受け取っていただけましたね。で、エマちゃん先輩も、はいはい、なんか今後ね、うん、あ、確かに、どうなんでしょう、真っ赤なチョコかな。お手紙も添えて。お手紙もありましたもん ね、 ね、 ったもんね。ありましたよ。お手紙結構な長いちゃんとしたもう、うん、お手紙ですっていう長さをありましたよね。あ、そうなんですか。そう、本当に、うん、へえ、そうなんですよ。なに、え、聞きたい、まちゃん先輩の。え、ちょっと3年、あ、そう、2年生の、うん、なんかバレンタインチョコレートバージョン2年生みたいなやつみたいです。みたいです。お願いします。お願いします。じゃあお願いします。セイラちゃんね、腕に、セイラちゃんが料理ね、得意だから。いや、そうだよね。そうだ。めちゃんこ美味しいんじゃない？いや、食べさせてくれそう。最高じゃん。最高のパパとママだ。いや、いいな。ちょっと期待しておりましょう。早くいっぱい絡みたいです。うん。はい。はい、そしてね、うん、前回に続きまして、はい、チェキのプレゼントに関するお知らせです、はい、私たちが総裁のキャラクターの制服を着て撮影したチェキをリスナーさんにプレゼントします。私、くーちゃん、ほのちゃん、長井ちゃんでそれぞれ2枚ずつ用意しました、うん、第21回目の放送で2枚プレゼントしているので残りは6枚でございます。ね、どのキャストのチェキが当たるかは到着してからのお楽しみです、チェキ希望の方はメールの本文にチェキ希望と強い心で書いてください。強い心。またメール投稿の時点では住所はすべて書かず都道府県までの記載で大丈夫です。当選された方には改めてお届け先を確認するためにメールをお送りします。皆さんからのメールお待ちしております。お待ちしてます。お待ちしてます。それではここでリスナーの皆さんから届いたお便りを紹介しましょう。ではラジオネーム天童さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんにちは。総裁、今日もプラ持ってる？持ってる持ってる。若松さん、先日の総裁フェスでのイベントお疲れ様でした、うん、お疲れ様でした。総裁少女庭園史上初の声優さんが登場するイベントなので、これは参加するしかないと思い参加させていただきました。ありがとうございます。お渡し会では若松さんのビジュアルがまどかちゃんすぎることにびっくりしてコミュ障を発動してしまいましたが、うん、思った以上に話せる時間があって楽しかったです、うん、展示も見させていただきました。総裁のみんなの美しいパネルを見れたり、大和田さんと永井さんのジオラマも生で見れて嬉しかったです。また今回のようなイベントがあったら嬉しいです、とのことです。はい、続けてもう一通ご紹介します。ラジオネームもこじーさんからいただきました。ありがとうございます。皆さん、こんにちは。総裁、今日もプラ持ってる？待ってる待ってる。1月15日、まどかの誕生日に開催されましたくるみちゃんの来店イベントに参加させていただきました。はい、うん、お会いできたのが嬉しく、総裁ラジオのこととしっかりお話できて楽しかったです、うん、制服姿のくるみちゃんがとっても可愛くて、レジでお会計をしている間かなりドキドキしましたが、うん、亀山 P をはじめスタッフさんがずらっと並んでいた絵面がちょっと面白くて緊張が解けました。どういうこと？そんなスタッフさんたちとの雰囲気もよく、この方々がコンテンツを作っているんだなと思うと、お野菜の生産者の顔ではありませんが、なんだか安心感がありました、うん、なるほど、今回のような対面イベントや公開収録、歌も出ることですし、ゆくゆくはライブもなどなど、今後ともリアルイベントも開催していただけると泣いて喜びます、とのことです。ありがとうございます。まずね、テントさんとモコジーさん、お二方とも、はいはい、チェキおめでとうございます。ありがとうございます。やったやったやった。はい、ということで総裁フェスね、参加していただいた
言ってことなんですけど、はい、はい、初めてだよね対面イベント。そうですね、なんか、うん、対面イベント初めてなんで、なんかくるみちゃん自身が、あ、いや、この総裁の中 で、うん、もうどんな方が来るんだろうみたいな感じで、うんうん、ドキ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 してて、うん、なんかこのなんだろう、お便りにもあるんですけど、はいはい、こうお野菜の生産者の顔、まさに私も思ってて、うん、あのお便りのとか、そっち、そうか、あの写真を作ったとか、あの組み立てて写真撮ってた、うんうん、あーみたいな方が結構いらっしゃって、うん、でなんだろう、皆さんこうなんか実はみたいな、僕これを作ったんですよとか言って、うんうん、それ見ましたっていうのを、めっちゃいい、それことぶき屋さんのスタッフさんたちとみんなで、あのとか、超盛り上がるじゃん言いながら、すごい楽しく やらせていただきまして、うん、しかも、うん、結構なんか私はなんかそういうどのぐらいの規模感なのかなっていうのがあまり想像できてなかったんで、うんうん、まさかこうね、東京以外の県の方が来てるって思わなくて、うんうん、なんか僕香川から来ましたとか、はるばる来てくださってる方とかもいらっしゃって、うんうん、いや総裁愛されてるなーってすごい思いました。すごいな。で結構ゆっくり喋ったりもできたんだろう。割と喋りましたね、うん、こう、あ、ありがとうございますって渡すだけじゃなくて、うん、結構なんだろう、あ、こう、なんだろう、なんて言うんですか、1.5分ぐらいはお話しできたりしたし、なんか1部、2部、3部ってあったんですよ、うんうん、で1部来てくださってる方がこう全通って言うんですか、うんうん、そう、全部来てくださって何回かお話しすることできたりなんかしたので、うん、割とこういろいろお話できたっていう感じです。いいな、すごい楽しかったですよ、ね、だってスタッフさんも交えてってのがいいですよね。いや、そうなんですよ、うん、もう、ね、亀山 P も、ね、うんうん、いて、すごいアットホームな空間が想像できた、うん、うん、できましたそうなんだよね、総裁少女展、そういえばリアルイベントみたいなのはやったことがそっかそっかなくて、うん、いつも生放送とか、うん、こうやってお手紙いただいたりとかで、うん、交流できてるけどね、生でまたお会いすると、ね、生窓か、生窓か、ね、写真見ましたよ。わあ、うん、あのパネルになんか挟まれてるやつ、はい、パネルに挟まれてるやつ、ね、パネルの間にひょっこりしてる、ま、なんか窓かってかくるみちゃん、どれ、どれ、本に読まれてない、なんか等身大パネルがいっぱい置いてあって、わかりました、当たった、2年生組って、うん、のやつ、あー、そうかも、うん、はいはい、撮りました、こうやって、あ、そうこうやって見えないのよツイッター見てみてください見てみてくださいそう、めっちゃ可愛いって思って見てた。そう、リアル窓か可愛いんだから、可愛いんです。いや、なんかすごい、なんかこれお便り読んでて、うん、こんな褒められていいものか、ね、こんなにたくさん褒められて嬉しい、やったー、いや、そうよ、大喜びです、心ルンルン、もっと見ていただきたいね、いろんな方に、はい、生の、もしかしたらね、うん、次は誰が、イベントに行くのか、みんなでできたらいいですよ確かに、みんなでできたら一番、うん、ね、一人にさせてごめんね、お疲れ様だよ、お疲れ様でした、次はみんなで、うん、出ようね、あとさ、私言いたかったんだけどさ、はい、あのさ、2周年の時にさ、ツイッターでイラスト描いてたよね、 あれ、まどかの誕生日じゃない？そうです、ね、まどかの誕生日プラス2周年ということで、ね、アニバーサリーで、うん、そう、めっちゃね、あれすごい、めちゃくちゃ可愛かった、 ありがとうございます、なんか、うん、あれ12月ぐらいですかね、うん、12月頭ぐらいに実は書いてて、うん、そろそろ来るなって思ってて、うんうんうん、いや、もう出来上がり見て、いや、ちょっとこれはまずいんじゃないの、って思って、でも勝手にこうね、あげて、うん、なんか
こう寿屋さんからこれちょっとなんか総裁じゃないんじゃないって言われるのが怖かったんで、一回その日にその1月15日のイベントの日に、うん、すいません書いたんですけどって言ってお見せしたら、うんうん、何これめちゃめちゃいいです、いやめちゃくちゃ良かったよ、本当ですか、うん、え、そうか12月から書いてたの、うん、書いて温存して、うん、食べて、すごい可愛かった、なんかくるみちゃんらしさがすごい溢れてて、そうそう、あったかかった、そう、パステル調のねほっぺがさ、そう、なにハッハート体もなんかガキンってしてるガキンってしてるあの公式サイトの、うん、というかこう3人のねビジュアルのやつを見て、うんうん、こうどういう足の形をしてるのかって手でこう描いて、手で描いたんだね、指でiPhone のちっちゃい画面で、iPhone で、iPhone で、iPad とかじゃなく、いやのあの iPhone のこれ、でもなんかそれがいい味出してんのかもねだからよく見るとガタガタガタっていうところもあるんで、ちょっとあ、ここちょっと手震えてな、ちょっとエマちゃん先輩見習わないとだねイラストイラスト絵師目指してるということなので、確かに確かに、ちょっと見たいです、いや、ちょ長井自身のイラストはマジでやばいから気になるけどめちゃくちゃ見たいです、いやでも本当に すごい素敵な絵だなって私も思ったから、いやそう言いたかったの、ありがとうございます、うん、嬉しい、ちょっと今度は皆さんも描いていただいて、はい、あ、やばい、やばい、やばいくるみちゃんの絵を待ってます、待ってます、もう難しいですよということで、まあ、はい、と総裁フェスお疲れ様でした、うん、ね、リアルイベント本当に今後もいろいろあるといいですね、うんうん、いいですね、会えるの楽しみにしてま す、はい、続いてのお便りを紹介していきましょう、はい、ラジオネームアインハルトさんからです、ありがとうございます、皆さんこんにちは、総裁、今日もプラ持ってる、待ってる待ってる、先日中学校時代の友人から連絡をもらい、通っていた中学校の校舎が新しく建て替えられるという話を聞きました、うん、それに伴って旧校舎のお別れ見学会も行われたようで、うん、自分も友人も行くことはできなかったのですが、後日参加した同級生から写真を送ってもらいました、当時のことはぼんやりとしか覚えてなかったものの、友人と一緒に、教室や廊下の写真を見た瞬間、あーこれあったなーと一気に記憶が蘇ってきましたね。他にも忘れかけていた懐かしいエピソードが次々と掘り起こされ、思い出話に花が咲きました、うん、皆さんは地元に帰省された時など思い出の場所をめぐって懐かしさに浸ることはありますか、ということでした、はい、ありがとうございます、そしてアインハルトさんチェキ希望ということで、チェキおめでとうございます、はい、待ってる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 、こんななんかでもその旧校舎のお別れっていうそのシチュエーションがまずなかなかないから、お別れ見学会素敵だね、でも素敵だなって思いました、なんかまた言うのもあれなんですけど、ま、なんか教えて教えて小学校が沖縄の小学校が建て替えになってすごいボロボロだったんですけど、うん、すごいなんだろう1000人ぐらいいる学校で、うんうんうん、それがもう建て替えられますって聞いて、うんうん、私も全く同じようなので見に行きました、へえ、それだけを目的に沖縄に帰って、うんうん、お姉ちゃんと一緒に帰って、うわ懐かしいねって言いながら、で次に戻った時には青いなんかこうブルーシートっていうんですか、うんうん、みたいなのがバーってかかってて、はいはいはい、あもう見えなくなってるねって、寂しいね、寂しいことがあったりしました、でもそっか思い出の地にでも行けたんだね、行きました、そっか、私もでも、うん、ほんと去年か一昨年ぐらいだけど、はい、学校のねほんと近くにお弁当屋さんがあって、うん、そのお弁当屋さんなんか家族で経営しているようなとこでさ、うんうんうん、そこの高菜から弁当がほんと本当に美味しいの、高菜から弁当、唐揚げとなんか海苔弁みたいになってて、うん、高菜が乗ってる高菜から弁当、へー、
ていうのがあって、その休日の部活の時とか夏休みとかも毎日その高菜から弁当を食べるぐらい大好きだったんだけど、うんうん、もうそのお弁当屋さんが閉まっちゃうってことで、うん、そのお弁当を食べに友達と行った。でも行ったらさ、部活の先輩がちょうど本当同じ部活の先輩が来てて、その日に、でもその先輩たちも、うん、そのお弁当を惜しみに、うん、またもう一度食べようって来てて、会えてさ、なんかいいな、すごい、あ、今頑張ってるねとか言ってもらったりとか、元気な先輩の姿見たり、懐かしのお弁当屋さんのおばちゃんと会えて一緒に写真撮ったりして、なんかすごいいい日だったなと思って。いやー、いいなー、これが今俗に言うエモいってやつですね。エモい、エモかった。ずっとエモい話続いてますけれども、けれどもけれども、本当にこういうエピソードが全くなくてですね、うん、なんか地元帰ったとしても、うん、特になんかそのね、今まで通ってた学校を巡るとか、うんうん、思いつきもしないし、あ、なんか、うん、なんか新しくあそこにラーメン屋できたみたいだよって言って新しい場所に行っちゃうの。さすがさすがよ。でもぽいですね、リカチマルさんぽい感じ。流行に敏感な、うん、全然普通のチェーン店とかでも、うん、なんかそう、新しくできたところに行っちゃいがちで、うんうん、そういうなんか振り返るみたいなことしてなかったわ。あ、おせんちな気持ちになってでもなんか昔のこう高校の時とか中学の時の写真とかカメラロールとかに入って見直したりとかしないですか？もうね、全部消えちゃったね。あら、消えちゃったの。なんか写真撮って現像したやつは残ってるけど、うんうん、ほんと小学生ぐらいまでしか残ってなくて、うん、中学生からガラケーとかに入ってるから、うん、うん、もうないわ。あ、プリクラは残ってるかも。プリクラ、プリクラめっちゃ撮ってたもん。プリクラはすごい量になりますもんね、プリクラって、うん、ね、無意味に撮るよね。そうそう、ね、なんであんな撮ってたんだろう。確かになんか1回遊びに行くのに3回ぐらい撮ってたみたいな。なんで撮んの？わかんないですね、もうあの頃の自分たち、ね、そんでサイゼ行くっていうね。あ、サイゼ、うん、行ってた。めちゃくちゃ食べてたサイゼで。サイゼ、いやー、懐かしいですね、うん、すごいいいな、なんかそういう素敵な思い出があって、うん、ありますよ。長江ちゃんもあるんだよね。あるけど振り返ってないだけね。そうなんですよね。でもいい前だけ見て、そうです、うんうんうん、そうやって生きていきます。人それぞれのありますから。はい、うん、はい、ということで、はい、番組では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、私たち3人に聞きたいこと、さらにはプロモデルを作ってみた感想などなど、何でも送ってきてください。受付メールアドレスはすべて小文字で ssr@kotobukiya.co.jp ssr@kotobukiya.co.jp です。たくさんのお便り待ってます。ゆうきまどかとさえきりつくと高梨かやみの総裁ラジオ。ここからはこのコーナーです。総裁ラジオドラマ。はい、というわけでここからは大和田が進行するラジオドラマのコーナーです。番組では毎回総裁少女亭の世界観を垣間見ることができる総裁ラジオドラマをお届けしていきます。これを聞けばまだ知らない総裁少女亭の魅力に気づいちゃうかも。ということで今回は私が演じる暦の物語です。ラジオドラマのタイトルはマッドかサイエンティスト。どうぞ。マッドかサイエンティスト。
小説がこんなに。今日の古本屋さん巡りは大収穫でした。カバンの重さすら愛おしい。あら、高梨小読みじゃない。ひゃあ、ふひゅー、すみませんすみません、一人で気持ち悪くヘラヘラして。って、小石川先輩。そうよ、私よ、いきなり大きい声出さないでよ。すみません。あ、でもそんな木の裏に隠れなくても。ガルル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 ル。ああ、警戒されてる。前もこの公園でお会いしましたけど、先輩のお散歩コースなんですか？今日は待ち合わせ。待ち合わせ？どなたと？こよみちゃん。あ、ゆうきさん。あ、それにかなとくんとくりまろさんも。どうも。大所帯で来たわね。もう、くりまろさん。くりまろはしゃいでる。あ、今日はね、こないだ借りたブルーレイ返しに来たの。ね、カーナタ。あの、面白かったです。ありがとうございました。私よりカナタの方がハマっちゃって、1週間で最新話に追いついちゃったんです。へぇー。よ、余計なこと言うな。少年、見どころあるじゃない。エマさんのおすすめだったので。ん、なんか言った？なんでもないです。おお、今創作意欲がすごいです。うんうん、小読みさん、僕もいますよ。ゆうきまどかは？なんか感想ないの？あ、私は全然見てません。つこー、見る気はありますよ。でもよく考えたらサブスクで見れるし、ブルーレイだけ返しておこうと思ったんです。わざわざお土産持って貸しに行ったのに。わ、すみません、こんな姉ちゃんで。サブスクってすごいですよね。こんなちっちゃなスマホで何万作品も見放題、まさに夢の科学。あ、私将来科学者になろうかな。は？うわ、また始まった。アイデアもあるもん。あのドラマ見たいって思った瞬間、目の前にパッと映るシステムとか開発するの。うん、悪くないわね。エマさんまで？ゆうきさんのイメージに近いのは複合現実 MR でしょうか。 SF でよく見る。それ、空間に相手のステータスとか状態異常とか表示されるやつ、あれ憧れるわよね。憧れ？エマさんの専用のコンタクト入れるとね、道案内やお店の情報がポップアップしてくるの。もちろんゲームもできて。ちょっと待ってください。ん？コンタクトレンズなんですか？私てっきりメガネデバイスかと。はあ、メガネじゃもっさいわよ。絶対コンタクトですが、解析を開始するとばかりにメガネのつるにあるボタンを押すのってかっこいいじゃないですか。物理ボタンとか未来感ないわ。そう思うでしょ、少年。はい、エマさんに一票です。だってずるい。だったらこっちは、ポンポン。ほら、クリマロさんが私の方に。きっとメガネ派なんですよ。必死か。全人類メガネ時代のためです。うん、まあいいわ。で、言い出しっぺはどっち派なの？え、私？メガネですよね、ゆうきさん。そうだな。あ、そうだ。脳に埋め込めばよくない？あれ、みんなどうしたの？ゆうきさん。え？あんた、科学者は諦めなさい。なんで？はい、総裁ラジオドラマを聞いていただきました。ということで、ここからはドラマにも出演していたくーちゃん、ながえちゃん、
そしてゲストの本土楓ちゃんも加えてお送りします。よろしくお願いしますなんか謎のためはなんでめっちゃためてためてみためてためてた今日、今回は前回は2人で長江ちゃんとサシで楓ちゃんとサシでお話いただきましたけど今回は4人でお送りしていきたいと思います。わいわい、うん、ね、前回に引き続きまどかの弟かなたくんも登場しましたね。嬉しいね。はい、いやさ、楓ちゃんのかなたくん最高なんだけど。最高。マジか、よかった。めっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛いもうドンピシャ、ドンピシャ、イメージ通り。はい、満足度高い。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 でもまだ前回のドラマを聞いてないという方は聞いていただいて、うん、あの、うん、初登場ですので聞いていただけたらなって思うんですけれども、はい、うんうん、いやー、うん、恋愛来ましたね。ねえ、引き続きね、まさか続くとは、ね、またね、ほんとだね、キンキンで、うん、総裁少女庭園でさ、ね、こんな恋愛のあれやこれ起きると思ってなかったので、思ってなかった。しかもエマちゃんにっていう、エマちゃんに、そう、まあ、言って相手は小5の子供の男の子なんですけどちょっとなんかこう台本を見た時に、うん、最後ら辺にっていうお話を考えたんですっていう小読みの言葉を期待してたんですけど、うん、よくあるよね。そう、あれ今日ないみたいな妄想だと思ってたら現実。いやー、そうなの。今回は妄想じゃありません。むしろ妄想たぎってます。確かに、たぎってた。鼻息荒かった。あ、そう。めっちゃ荒かった。鼻息。鼻息？小読みの鼻息。あんたが小読みが鼻息荒いわけないじゃない。まさか。まさか。でも小読みさんやっぱ気づくんですね。いや、うん、そのかなたくんがエマさんにちょっと心を奪われちゃってるなってのを、うん、そうだね、いち早くね、うん、2回目にして。確かに。いや、でそんな中気づかない、まどか、お姉ちゃん一番近くにいるのにどうしたもんか、うちの姉はってなりますよね。そりゃかなたくんもね。えどうですか、こんなお姉ちゃん。いや、でも僕が守ってあげないと。ありがとう。ありがとう。ありがとう。俺が守る。セリフも良かった。めちゃくちゃいい。いや、このさ、なんか天然なお姉ちゃんとしっかり者の小5の弟という関係性もまたいいよね。こう年齢の離れ方も本当にいい感じの、うん、いい感じ。めっちゃいい。憧れるわ。憧れる。楓ちゃんが前回でさ、小5って言った時にベストって言ってたの。いや、ベストっすよね。ベストですよ。はい、もうほんとね、小4でも小6でもございません。小5です。そうなのよ。そこよ、小5がベストな。はい、そうですよ。いや、最高でした。今後のね、2人の展開も気になるんですけれども、あとはね、クリマロの、はい、クリマロがね、今回ね、ドラマ初登場らしいですよ。え、そうなの？意外にもここで初なんですね。いつも4コマとかだけだった？そうだ。ワンワン、久しぶりに声は。今回はね、くーちゃんが、くーちゃんじゃないや。クリマロとくるめちゃんがちょっと、ほのちゃんが。今回ほのちゃんがね、別撮りだから、あの、クリマロ役のほのちゃんはいなかったんですけど、うん、きっと思いを込めてワンワン吠えてくれて、その収録みたいですけどね。完成形を楽しみに。はい、ということで、うん、みんなはさ、そういえばさ、はい、うん、兄弟ってどうなの？あ、兄弟事情、兄弟事情教えて。一人っ子。一人っ子。お、長江だけだ。一人だ。一人っ子です。ね、楓ちゃんは弟が。はい、そうなんです。弟いまして、私三姉妹です。へぇ、三姉妹なの。女で末です。末なんだ。へぇ、いいね。いつの間にかね、末っ子になるとわがままに育つと言いますから、私もちゃんとこう甘えて姉に育ちました。そうなんだ。瞳さんは。私は兄がいます。あー、お兄ちゃん、いいな。めっちゃいい。低めのトーン。お兄ちゃん欲しくないですか？お兄ちゃん欲しいです。あ、ほんと？はい。ほのちゃん先輩も
お兄ちゃんと2人ですもんね。そうだ、そうなんだ。え、そうだった。それいい、ね、なんかみんなっぽい、そんな感じするわ、雰囲気が、うん、いそうだなっていうのは、うん、でも出るよね。確かに、うん、でもなんか私くーちゃん弟いそうだなとも思ったんだけど、うん、お姉ちゃん味を感じます、うん、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいの。やったえ、すごい、三姉妹の末っ子っていうのが意外だった。意外、どうなの三姉妹事情は。大変ですよ。大変、なんか何が大変。こう、うち5個上の姉と3個上の姉がいて、で私なんですけど、うんうんうん、上2人が結構バチバチに喧嘩してるタイプなんだろう。そうなんだ。仲めっちゃいいんですけど、うんうん、やるときはやるみたいな、うん、だからやっぱ女しかいないと逆に男っぽい感じにもなるし、うん、そうなんだ。私がすごいはって思ったのは、うん、やっぱ一番下ってなんか洋服とか物とかお下がりくるじゃないですか、うん、いや5年前にお姉ちゃんが着てた服か、5年か、流行変わってるよと思って。5年で流行変わるって言うもんね。そうなんですよ。だからこれめっちゃ古いのになとかって言って、お母さん新しいの欲しいって言ったら、これはいいやつなんだから あるよね、すごいいいやつでお姉ちゃん着てたんだからみたいな、うわマジかいいなそれはあるっていう感じの。ちょっとお下がりあるよね。私も兄のお下がりとか結構あった、お兄ちゃんのボーイッシュになるってことですか。ボーイッシュだったのかな、何も頓着してなかったからさ気にしてなかったですね。気にしてなかったから、でもお姉ちゃんから弟へのお下がりはないか。なかったですね、うん、弟へはまた別々でしたね、やっぱりお互い新しいものってなってましたね。いいな、一人っ子はなんかこう全部こう一人占めできるというか、全部一番手でもらって、うん、今だって私の服お母さんにあげてるもん。逆にお母さんにお母さんにお下がり、お下がり回ってるんだね。そうですね、はい、いいな、微笑ましいな、うん、みんなの兄弟事情結構うん、グッとくるんだよな。あ、そうだったな確かに、生い立ちというか、そういう生活してた。なんかさ、兄弟って末子とかさ長女とかそういう兄弟構成聞くだけでさ、なんかあ、その人のもうちょっと知れた感じっていうかさ、奥行き見えてくるよね。家族系は見えてきますね。らしさを感じたらしさをね。あとね、ドラマ中で出てきましたけど、はい、うん、MR デバイス、わメガネ派、メガネ派か、コンタクト派か、いや派閥あります？確かに、いやでも、ね、なんか未来的すぎてちょっと想像が追いつかないですけど、うん、でもメガネ邪魔になっちゃいそうじゃないですか。まあ確かに、そう、コンタクトでできるなら確かに、うんうん、え、確かにな。この皆さん、メガネをつけますか？あ、私つけます。つけます、長いつけます、たまにつけます。全員つけるんだね。そうなの？だから余計メガネのめんどくささはわかる、うんうんうん、いや、わかりますわかります、うんうんうん、超邪魔だし、そうあー、そう、確かにね。だってさ、そのメガネ、その、うん、なんかいろいろサブスク見るためのメガネじゃない？はい、ね、うん、寝ちゃったらさ、うん、メガネめっちゃさ、歪むしさ鼻に跡つくよね。赤くなる、赤くなるね。あれやだよね。そう、ここで痛くなるのよね。初めてで、うん、でもコンタクトだとなんかカピカピにな、目のドライアイとか、あ、そういうのは。じゃあもうレーシックですね。でもあれ、脳は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 一緒だ。まどかの同じような今展開、同じこと言ってる。やばい、いやー、でも MR の世界とかさ、ちょっとなんか前に私こう遊園地で、うんうん、遊園地なんか MR のなんかそういうアトラクション、はいはい、あれなんか敵を撃ち落とすみたいなのに体験したんだけど、はいはい、なんかもうリアルすぎて、うん、なんか本当にこう目の前に襲ってくる感覚があるから、ずっと死にたくないって白紙叫んでて、もうスタッフのお兄さん、お姉さん落ち着いてくださいすごい迷惑かけて死にたくない死にたくない
叫んでたな。ほんとなんかそういうね、MR のどんどんリアルになっていくのがわかります。現実なのか非現実なのか分かんなくなってきちゃうね。すごい時代だな。すごいな。いやでも近い未来来るかもしれませんから、ね、そうですね、すぐ来るかもですね。確かに小読みは全人類メガネ時代を目指して、そんな野望が初めて知りました。でも結構生配信とかしてると、うん、もうメガネ大好きな方やっぱ多いじゃないですか。メガネ警察っていう話を前の配信でして、でなんかこう4コマとか、うんうん、で小読みちゃんがねメガネを外してるとなぜ外したみたいなコメントがあったりするくらい。たまにはね、喜んでくださってる方もいると思う。うんうん、だからその方々をね、うん、今回エマちゃん先輩は、うん、もっさいからメガネを外してた。発言です。ちょっと問題発言。はい、発言です。私はそんなこと全く思っておりません。大事。大事。私もメガネなんで。みんなメガネ。ちゃんと主張していきましょう。はい。はい。ということでね、はい、あの総裁少女庭園は女子高生のキャラクタープラモデルということで、うんうん、ゲストの方にいつもお聞きしてるんですけれども、うんうん、はい、楓ちゃんは女子高生時代どんな女子高生だったかを聞いていきたいと思います。喜、はい、んで、はい、どんな、うん、どうしよう、部活は高校生の頃の話ですか。高校生だね。高校生だね。高校生の頃は演劇部だけ入ってました。演劇部なんだ。そうなんです。え、中学生はまた違ったってこと。中学生はソフトテニスとか音楽とか、水泳とかバスケとか掛け持ちしてる陸上とかを、あの入ってやめて入ってやめてみたいな感じで、あのすごいね。すごい。なんか楽しいものをひたすら探していたんですよ、うん、部活動で、うん、自分が楽しめるもの、うんうん、でどれもハマらないなってなって、うん、あ、演劇部とかやってみたいなと思って高校でやっと入って、うんうんうん、それが楽しくて3年続いて今に至ります。すごい、楽しかった。じゃあ見つけ出したんだ。見つけ出したんだね。エモ、楓ちゃん、じゃあそっから高校生から声優になりたいと思ってたってこと。そうですね、なんか、うん、その演劇部のなんだろう同級生の子が養成所通おうと思うんだけど一緒に行かないって誘ってくれて、うん、お行ってみるかって言って行ったんですけど、うん、でも他にもなんだろう演劇ってこう台本をこうみんなで持って読んで打ち合わせをして、うん、で最終的には覚えて自分が演じる、うん、けど、うん、本番よりもその持った状態で読み合わせをする時が一番楽しくて、うん、あ、これ声優さんなのかと思い、じゃあなるかなるかなれるかを置いといて、うん、なるかって言って養成所に通い出したのがその高校生の頃だったので、うん、もうほぼ思い出がお芝居とかの練習とかの思い出しかない、うん、へへ、すごい。なんかアニメが好きとかそっちからじゃなくて、そうですね、この、うん、有名な忍者のアニメとか、うん、あ、むちゃくちゃハマってはいたんですけど、うん、そことなんか声優さんがイコールではまだなくって、うん、単純に、あ、でもその世界に入りたいなみたいな気持ちはずっと持っていましたけど、うん、へー、なんか一つのことずっとやってる女子高生でした。あ、じゃあもう部活に明け暮れてみたいな。明け暮れてました。え、友達ありがとうだね。いや本当に誘って、でもなんかもう私からもありがとうだわ、この業界に。だってさ、友達そうなんだ。じゃあなんか結構その文化祭とかも、うん、そういう思い出かな、演劇部で。そうですね、うん、やっぱ文化祭演劇部のその時間も取ってもらってたんで、その演劇をやるっていうので、うん、やっぱ部活だとしてもやっぱこう台本があって役の数も決まってて、うん、一応オーディションみたいなものをして、オーディションがあるの、して、あくまで部員ですけど、みんなで決めて配役してやっていくみたいな、へえ、で、その受かる落ちるがすごくたまらなく楽しくて、たまらなく楽しい、楽しくて受かるぞみたいな、スリルじゃないけれども、うんうん、なんかそこのわからない未来っていうのがやっぱその頃から楽しくて、素晴らしいね。
結構規模は大きいの？その部活。あ、全然すごく、まあ、小さくて楽しくやろうね、うん、みたいな、割と少人数の部活動で、うん、そうですね。だから主に養成所の方で、うん、切磋琢磨みたいなところは教えてもらいました、うん、へー、うん、すごい。え、今でもオーディション楽しいって感じなんだ？デネジーです。なんてこと。キラキラしてる。落ちたらすごい悲しいんですけど、うん、受かったらお寿司を食べるっていうのを決めてるんですね。すごい。ありません？なんかこう自分の中のルーティンじゃないですけど、自分を祝う。確かに何かしらのご褒美でなんかそういつもとは違うもの食べたりはするかもしれない。そうだね、確かにご飯は。いや、とか、すごいな、すごい。でも、オーディションで楽しいって思うのがもうめっちゃ衝撃的すぎて、いや、でもなんかこれは人に言われたんですけど、うん、なんかとある作品のこうスタジオのオーディション、うん、先方さんとかがいらっしゃる場でのスタジオオーディションで、うん、なんかその説明してくださる女性の方が、うん、いいですか、今から皆さんは、少しの間だけどその役になるんですって、うん、もう自分の役だと思ってやりきってくださいって言ってくださって、そうだ、受かる落ちるの前に受ける時点でその役の時間は得られてるんだと思ったら、うん、すごい素敵な言葉だなと思って。そうだね、確かに落ちたら超悔しいし、うん、なんかその瞬間にさ、やっぱでも愛しちゃうもんね、すごく。いや、そう、めちゃくちゃ思い入れができません？ね、分かる。そうそうそう、そんなこと言ってくれる人で、あ、ね、すごい、珍しいと思うんですけど、うん、確かに、そういう声かけをするっていうね、うん、ものも。いや、素敵、はい、まあ、落ちたんですけど、あ、まあまあそういうもんですね。違うキャラに出会うためにっていうね。いや、そうそうそう、ね、いや、ありがとうございます。いや、素敵だわ、いいマインド。めっちゃ素敵な話、よかった、ね、え、じゃあその演劇以外には、はい、なんか変わったこととかあった？演劇以外、もうほんとじゃあ費やしてたって感じなの？費やしてましたね、なんか、あ、どんな役やってきたんですか、その高校の。まあ、こうなる、うん、では、うん、あ、でもそれこそ、うん、なんかやっぱ自分のこのやっぱ高校生の頃ってもうちょっと声がより高い幼いかったっていうのもあって、うんうんうん、その声に合う役を役やってたんですけど、うん、やっぱ身長もそんな高くなかったので、うん、なんだろうな、少女とか、うんうん、女の子とかっていう役が多かったですね。なんかやっぱそういう時にも、あ、声だけだったらスラッとした女性とか、なんかバインな人もひょっとしたらできたのかなーなんて思ったりはしました、うんうん、そういう時に。あ、そっか。で、どんどん、あ、じゃあ声優かなって思いました。それこそね、男の子とかもそうですけどね、あ、そうだよね、生身じゃなかなか難しいことも声ならご縁があればできるっていうのが。確かに、それを叶えられてるからすごい。みんなそうですよ。みんなそうですよ。いや、でもなんか嬉しい、そういう機嫌を聞けて、めちゃくちゃいい時間になりました。よかったっす、ありがとう。どういたしまして、もっと喋ってたいんだけど。楽しいね。聞きたいです。深掘りしたい。またね、かなたくん登場してくれることを願って、エマとの関係性も、めちゃくちゃ待ってます。見守っててください。はい、本日のゲストは本堂楓さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、総裁ラジオドラマのコーナーでした。お届けしてきました総裁ラジオ、早いものでエンディングの時間となりました。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。番組の感想、ラジオドラマの感想、プラモデルを作ってみたよという感想、私たちに聞きたいこと、言いたいこと、何でも送ってきてください。受付メールアドレスはすべて小文字で ssr@kotobukiya.co.jp です。よろしくお願いします。ということで、22回目の放送でしたが、はい、いっぱい喋ったね。喋りました。節分から、節分からバレンタインから、総裁フェスから、確かに昔話まで、花が咲いて止まった後も話してたから。そうですね、止まらなかった止まらなかった。またかなたとのドラマ、そうですよ、よかったです
高かったですね。もう早くね、私的にはカナタと結びつきたいですけれども。でもやっぱもうちょっとゆっくりさ。そうですね、ちゃんとね、じっくり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 、はい、キュンキュンさせていただきながら、ね、育んでいきます。宣言みたいになった。やっぱあとね、リツカのお兄ちゃんのはるか、そうね、はるかくんと、うん、かなたくんのビジュアルもちょっと気になるね。そうなんですよね。ちなみにかなたくんは、うん、あのおかっぱを私は想像してる。あ、よくある、ちょっと前髪がこう揃ってる。あ、あー、ね、ガチおかっぱ。ただ結構なんか洒落てる髪の化粧ね、かっこいい。うわー、嘘。私もいやでも分かんないね、まだね、正解は分からない。小5なんでちょっとそこはことぶき屋さん期待してますということで、今後も楽しみです、はいはい、ね、次回はほのちゃんも交えてできたらいいなって思ってます。はい、総裁少女のツイッター、公式ツイッターですね、皆さんフォローしてますか？してます、してます。そちらでいろんな情報が、情報をお届けすると思いますので、ぜひチェックしてください。そして総裁少女チャンネルという YouTube チャンネルもございます、うん、こちらも覗いていただいて、私たちの日常が垣間見れます。はい、ぜひぜひ見てくださいね、はい、ということで今回もエンディングはタイニータイニーアフタースクールバージョンでお別れです。また次回も聞いてくださいね。バイバーイ。この番組は総裁少女庭園をプロデュースすることぶき屋の提供でお送りしました。